穴からガラ狙いかよ。行かせるか。待て勘九郎、相手はガーラを倒したほどのやつだ。お前だけではどうにもならん。追尾するだけにしろ。絶対に手を出すな。ああ、できたらな。奴らはこの先だな。あまり時間はかけられねえ。速攻で捕まえてやるじゃん。返してもらうぜ。仕方ねえな。ここは俺がやってやる。ほう、楽しめそうじゃねえか。悪いが、一瞬でケリをつけさせてもらうぜ。戦闘開始。あれ。まさか。終わった。
加減はできねえぜ。俺からじゃん。余裕じゃん。まあ少しは持ちこたえた方じゃん。なるほど、筋はいい。だが、そろそろ毒が回ってきた頃だろう。しこか。まさかお下がりを持ってる可愛い後輩が相手とは。久々に楽しい戦いだったぞ。大下がりだと。じゃあまさかてめえが傀儡部隊の天才造形師と謳われた、あの赤砂のサソリだったのか。お前のようなガキにまで名を知られてるとは光栄だな。なぜお前が。お前などに話して何になる。畜生。